はい、パズル17です。まあ、二次元格子とか三次元格子があって、この格子の中に四角が何個あるかなというのを数えてみよう。こっちだったら、立方体というか直方体が何個あるかなというのを数えてみようという問題です。まあ数が多すぎると分かりにくいので、ちょっと3個ぐらいにしてやってみたいと思います。今日もメープも3個にしてやってみると。そうすると、この問題だったら、X 軸に平行な線が4本あるうちの2本を選んで、Y 軸に平行な4本あるうちの2本を選ぶと、四角形ができるので、立方体の場合は、まあ、同じように、この面を4つのうちのどれかを選ぶと。いうんで、X と Y があれば36個。立方体である、立体であれば216個が、こういうのの答えというわけであります。それで、プロット32の問題は、これが階段状であったら何個になるかなということで、で、この場合は、1、2、3、4、5、6個。で、2個つながりで、7、8、9、10、11、12。で、13、14で、15というので、15個が正解なんですが、それをどうやって計算したらいいかなというんですが、素晴らしい計算方法がネット上で YouTube で紹介されていました。まあ、こういうふうにちょっと外回りに点を考えると。そうすると、1、2、3、4、5、6個の点のうちの最初の選んだ2つが縦の線。後で選んだ2つが横の線とすると、ここで1つの四角形が選ばれて、とにかく6個のうちから4個選んで、その4個の最初の2つが縦、後半の2つが横とすると、任意の組み合わせで全部の10個が選べるというんで、コンビネーションの6個のうち4個選べば15個が答えというもんで ありました。で、本当かなというか、まあ、実際の YouTube の問題は7段の場合を解けということで、210個の答えで、メープルにもやってもらうと、7段の場合でやっぱり210個、こっちは784個との答えとなりますので、まあ、これとこれには、数学的な解が存在してました。ということで、パズル17は、じゃあ、四隅がこうやって削られたら何個になるかなという問題であります。今のところ計算方法が分かってないので、しらみつぶしに数えていって、なんとなく、400個。861個、1596個というふうに、全パターンを見つけ出して計算しておりますけども、もはやここまで来ると、計算漏れがあるかもしれません。ぜひ挑戦してみてください。はい、以上です。